こんにちは、ギター教室講師の広島です。今回はギターを使ってメロディーを弾く実践パターンの紹介としまして、ブルーボサを取り上げてみたいと思います。ブルーボサというのはですね、ボサノバとジャズと合わせたようなパターンなんですけれども、ボサノバやジャズというとなんかものすごく難しいイメージで捉えるんですが、主線をギターで鳴らすメロディーを弾くということは、とてもシンプルで、それでいてとても楽しいことなので、ぜひ一緒にやってみましょう。このブルーボサという楽曲なんですが、パターンがとても面白くて、伴奏的には、こういう、伴奏にパパ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 タタパラパパ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 ラパパ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 パラパパパラパパパとやっていくパターンです。で、今、口ずさんでいたこのメロディーの部分を弾いてみましょう。よくですね、これスターバックスなどコーヒー店などでもよくかかっているので、ちょっと耳にしたこともある方も多いと思います。では実際にやってみましょう。最初のパターンですが、このここの C マイナーから F マイナーに行くところですが、リズムが1、2、3、4で4弦の5フレット、こちらを薬指で、そして頭は1弦3フレット、そして次2弦の6フレット小指、そして2弦の4フレット中指、2弦の3フレット人差し指、そして3弦の5フレット薬指。これが1、2、3、4、タッ、タッ、タッ。このようにいきます。そして、4で3弦の3フレット、人差し指。そして、次の3拍目の頭ですが、4弦の6フレット、小指。そして、ここから、トゥーン。僕の場合は、1弦の3フレットとかでもいいんですが、2弦の8フレット、ここでメロディーを取ります。で、小指で、小指から次のですね、2弦の6フレットまで、僕の場合は小指小指というふうにやってます。でもこの辺はですね、小指人差し指など、自由にしていいと思います。ここまでの流れが1,2,3 という流れになります。そして次、ここの2弦の6フレットから、リズムパターンは一緒なんですが、2弦の6フレット、6、そして2弦の4フレット中指、2弦の3フレット人差し指、そして3弦の5フレット薬指、3弦の3フレット人差し指、そして
4弦の6フレット小指、そして4弦の5フレットが薬指、そして2弦の6フレット小指から2弦の4フレット中指、これが ここまでできました。最初の流れからいくと1,2,3,4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 ,2,3,
きますね。2弦4フレット中指、そして3弦6フレット小指、3弦5フレット薬指、3弦3フレット人差し指、そして4弦6フレット小指。これが4フレットを中指、そしてこれですが、4弦の4フレット中指から4弦の3フレット人差し指、そしてそのまま人差し指で4弦から3弦に行くので、ちょっと人差し指をシフトしてあげてください。そしてまた4弦の3フレットに戻す。そして4弦の6フレット小指。これがというところになります。そして最後の部分ですが、4弦の6フレットから4弦の5フレット、そして3弦3フレットですね。これを2回繰り返します。そして最後にもう一度、4拍目の裏で4弦の6フレット、そして4弦の5フレット。これで一連の流れができました。ゆっくりやると1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
を、リズム通りかっちり弾くのではなくて、ちょっとですね、例えば最初の1弦の3フレット行くところにスライドなど入れてみてください。そうすると次のここも、そしてビブラートですね。この辺をビブラート、あとはスライドをこれをちょっと入れるだけでですね、随分歌ってるような表現に近づけますので、練習としましては声と一緒にやるといいと思います。タタ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 タ、この声とギターが近づくようなタッタっていうことはちょっと下から来てるような感じですね。なのでスライドタッタタタタタで、タ伸びてるのか、タビブラートがちょっとかかってるようなイメージ。そうするとタッタタタタタ、なんか少し揺らしたくなったりすると思います。ここは
ビブラートかけなきゃとかというよりは、口ずさんでる感覚にギターを近づけていく。実際にジョージ・ベンソンなど、ものすごいスキャットをやりながら、そののようにやっていくことで、もう本当にギターが歌ってるような感じ、手で弾いてるというよりは自分の声のように扱うことが多分できるんだと思います。最初まずポジションなどをしっかり覚えて、ちゃんと弾けるようになったら、次は声を出す。でその時の歌が上手じゃないとか、この辺はあんまり重要じゃないのでいいです。ピッチが届いてなかったとしてもニュアンスが大切なので、何もなくパッってやると無味乾燥なギターフレージングになりますので、音外してもペッペッペテダテテテパパなどのようにやってあげてください。そうするとかなり歌心が、ついていくと思います。ちょっと最後にですね、実際に一緒にやってみましょうか。バッキングトラックをちょっと遅めにかけますので、一緒にやってみましょう。いきますね。ワン、ツー、スリー、ツー、スリー、ツー、スリー、パッ、声出しながら言いましょう。 2, 3 パパ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 このようにですね、フレージングを歌う感覚でギターを弾いていく、それが多分一番アドリブソロなどをやっていく第一歩としては、いいと思います。これからですね、いろんなメロディーの取り方、あとは、シンプルなこのシングルノートに和音をつけるやり方などいろいろ紹介していきますので、どんどんこのギターでメロディーを弾くことをやってみてください。それでは失礼します。